皆さんおはようございます。3月4日月曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。週明けの今日も北陸から北の日本海側では雨や雪が強まることがありそうです。まずはいただいております最新のウェザーリポートから見ていきましょう。1枚目のご報告は新潟県見附市、リポーター目豊さんです。おはようございます。今日の朝は雪がしんしんから時折ドカドカっと降ってきていて見通しも悪くなってきています。風はそこまで吹いていないけど気温だけが低く体感的には当てはまらないほどの体感です。今の気温 0.1 度といただいています。時折雪が強く降るということで見附市内ご報告いただいています。この時間もしっかりと雪が降っているようです。新潟県内は断続的に雪が降る予想となっております。北陸は西のエリアから今日は午後以降天気回復してきそうですけれども、特に午前中あられの発生などにも注意が必要です。続いてのリポートも見ていきましょう。こちらです。兵庫県川西市、てんこもりずらさん、おはようございます。しぐれです。千里のあたりからずっと降っています。月も数秒見えて雲前、月は撮影できずといただいております。川西市ポツポツ雨のご報告いただいています。今日は近畿中部など朝のうち弱い雨の降ることありそうです。日中は日差しの届くところ多くなりそうですけれども、朝のうちの雲の広がり方、今日はこの時間特に注目と言えそうです。では続いて見ていきます。長崎県長崎市、ミリオさんです。今日も曇りですねといただいています。今日は、福岡県など、長崎からも、ね、曇りの報告いただいておりますけれども、九州この時間朝のうち雲の広がっているところあるようです。この後西日本は西のエリアほどゆっくり天気下り坂となります。夜遅くには広く九州雨降りそうですので、おかわり遅い方は雨具があると安心です。ではこの時間まずはいただいたリポートから見ていきました。ここからは今日のお天気予報センター山口さんとお伝えしていきます。山口さんよろしくお願いします。先ほどご紹介したリポートはなかなかこうすっきり月や星は見えていないといった報告でしたけれども、はい、朝のうち雨や雪の降っているところもまだこの時間多いですね。そうですね、引き続き、まあ、昨日からですね、低気圧前線などの影響を受けて雨雪降っているところあるんですけれども、はい、今日もまだね北陸以北は降りやすい状況続きそうなんですよ、はい、現状をご覧いただきましょうか。この時間の皆さんからのご報告になります。で現在雨雪降っておりますのがまず近畿の中部から東海地方ですね、この後近畿地方はだんだん中部の方晴れてきますけれども、東海西部の方はまだ一部でにわか雨あるかというふうに見られます。一方北陸以北、雨や雪が降っているんですけれども、現在新潟県からは強い雪のご報告をいただいております。北日本も日本海側中心に一部宮城県など太平洋側でも雪が降っております。で今の雪の強さ見てみますと、はい、現在長野県の白馬が時間あたり5センチ積雪増加していますね。その他新潟県の上越エリア、さらに山形県の一部でも1時間あたり5センチ前後の積雪の増え方をしておりまして、今はこの東日本日本海側中心に雪の強まっているところがあります。はい、で今日もですねこちらは天気図見ますと上空のいわゆる気圧の谷ですね、この影響でしたり、また上空の寒気の影響を受けて北日本の日本海側はまだ雪雨降りやすい状況が継続するということになります。はい、でその様子見てみますと、特にですね北陸の西部については午前を中心とした時間、新潟県から北については日中にかけても降りやすい状況続いていきます。特に東日本の山沿いですとか北日本の日本海側では雪が一時強まる可能性もありますので、見通しの悪化などにはどうぞ十分お気をつけください。ただこういった雪雨も夜になりますとだんだんと収まっていきそうです。はい、まあ、ただこの時間も雪が強まっている報告などもいただいています。引き続き積雪の増加等には十分お気をつけください。
また、ご報告リポートでは先ほどご紹介ありませんでしたが、太平洋側のエリアこの時間関東を中心に晴れてるところも多いですよ。そうですね、東日本の太平洋側、関東とか静岡などについては晴れるエリア多いんですけれども、はい、一方で、ね、西日本はもうだんだん雲が分厚くなっていきそうなんですよ、はい、その様子今度は今夜の天気図をご覧ください。西日本こちらは、ね、大陸からこう伸びてきます前線の影響を今夜受け始めるかというふうに見られます。降水エリア見てみますと、これが15時の図ですね、はい、今日雨の可能性があるのが九州、これは主に夜です。中国地方西部や四国西部でも深夜になってきますと雨の降り出してくる可能性があります。近畿地方まではこういった雨雲まだ今日のうちには到達しない見込みなんですけども、日付をまたいだと一気にですね雲が広がってくる見込みでして、明日は広い範囲で天気が崩れるということになりそうです。はい、明日にかけての降水の移り変わりも見ていきました。明日天気崩れるところもありそうですので、ぜひ今日のうちの日差しも有効に活用してみてください。また、昨日は日差しも届いたところ、気温もね、春らしくなっていたところもありましたが、今日の気温はどうでしょうか。はい、引き続きですね、南からの気団がかなり優勢なんですよ、はい、予想気温ご覧いただきましょうか。今日はですね、仙台とか長野は昨日より若干下がって、寒さ増してきそうです。北海道はだいたい昨日と同じぐらいといったところ多いんですけれども、それ以外は気温上がる見込みでして、はい、特に関東から西のエリア、沖縄も含めてはこの時期としても結構高い気温といったところが出てきます。寒さはもう和らぎましてね、昼間はちょうどいい体感か、沖縄ですとちょっと南からの湿った空気の影響で、気を感じるようなそういった日中帯ということになりそうです。はい、今日は前日よりも東西日本では気温上がるところも多くなりそうです。花粉の飛散も心配ですね。そうですよね、はい、関東以西太平洋側中心にまた今日もかなり多く飛ぶことになりそうです。はい、合わせて対策もしっかりと行ってください。ではこの時間、予報センター山口さんとお天気をお伝えしました。山口さん、ありがとうございました。では改めて今日のお天気をアイコンで見ていきましょう。3月4日月曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。週明けも北日本の日本海側から北陸では雪や雨が降りやすくなります。北陸地方は昼過ぎまでは降り方の強まりやあられにも注意が必要です。東北地方は太平洋側、午後に雨の降る可能性もあります。また北海道、東北では吹雪くこともありますのでお気をつけください。加えて山間部では雪崩の危険性が高まっています。十分にお気をつけください。西日本、九州や中四国西部はゆっくりと天気下り坂です。夜遅くは雨の可能性があります。近畿や東海、関東では日差しの届くところが多くなります。花粉の飛散には十分お気をつけください。また朝のうち南西諸島、先島エリアでは雨が降りやすく雷雨となる恐れもあります。日中の気温は東日本、西日本では15度を超えるところもあり過ごしやすい体感です。北日本では寒気の影響で寒さが優勢。各地とも服装でうまく調節しましょう。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん、改めましておはようございます。3月4日月曜日のウェザーニュースライブモーニングです。担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。また新しい1週間が始まりましたね。3月最初の週末は皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。南米からありがとうございます。南米屋から嬉しいですね。今何時なんだろう、地球の裏側ということですけれども、ね、今日は
東日本や西日本、太平洋側は日差し届きそうです。ただ引き続きですね、北陸から北の日本海側では雨や雪の降り方、特に午前中注意が必要になりそうです。今日からスタジオのセットもね、春らしく菜の花に変わりまして、ね、ひな祭り仕様もとっても可愛かったんですけれども、ね、また素敵な装飾になっております。そんな晴れるエリアでは今日は花粉の飛散も心配なんですけれども、あ、嬉しい、ありがとう今3時10分ということでありがとうございます。そうなんです、こちらの、ね、菜の花装飾セット、スタッフさんが、ね、今日の日付が変わってからかな、はい、変えてくださってました、ありがとうございます、ね、とてもひな祭りも装飾豪華でしたけれども、本当に春めいてきましたよね。今日は日差しがあるところでは春の訪れを感じるような、ね、そんな陽気になりそうですけれども、明日以降はなかなかすっきりしないお天気に各地なっていきそうですので、ぜひ日差しも有効に活用してみてください。さて、ここからはですね、海外で発生しました地震に関する情報をお伝えします。日付が変わって日本時間の1時17分ごろ、オーストラリア付近を震源とする規模の大きな地震がありました。改めて震源地をお伝えすると、オーストラリア付近マクオリー島で地震の規模を示すマグニチュードは 6.8 と推定されます。この地震による津波被害の心配はないということです。ただマグニチュード 6.8 という規模の大きな地震も発生しています。日本付近への被害の心配、また津波被害の心配もないということです。海外の地震に関する情報はウェザーニュースのアプリお天気ニュースチャンネルよりご覧いただけます。ウェザーニュースのアプリ3本のメニューバーの後、お天気ニュースチャンネルというバナーを押してください。そこから毎日のお天気に関する情報や日々の天気、また地震に関する情報などニュース記事でまとまっています。海外の地震情報、こちら詳しく記事ですでに上がっています。そして国内で発生しました地震に関する情報については地震チャンネルよりご覧いただけます。こちらは国内で発生した震度1以上の情報について見ることができますのでご活用ください。以上、海外で発生した地震情報をお伝えしました。ではここからは今日のお天気実況から見ていきたいと思います。まずはこの時間発表のある気象警報から確認していきましょう。現在、石川県内には大雨警報が発表されています。発表エリアはご覧の通りです。輪島市、珠洲市、能登町となっています。今年元日に発生した大きな地震によって、こちら警報の基準値も引き下げられているということで、奥能登エリア、ご覧の3つの市と町で大雨警報です。引き続き土砂災害の発生等には十分お気をつけください。そして今日は北日本エリア、雪崩注意報も発表されているところがあります。岩手県では盛岡市や花巻市、北上市などご覧のエリア、雪崩注意報が発表されています。この週末には、山で発生した雪崩に関するニュースなど、入ってきておりました。これまで3月2日までに、新たに積もった雪によって表層の雪崩が発生したとみられています。今後も山に入る際はお天気を十分に確認した上で、周囲の状況もよく把握するようにしてください。ご自身のいらっしゃる場所の気象警報や注意報はぜひウェザーニュースのアプリからもご確認ください。ではこの時間、現在のお天気、皆さんからの報告で見ていきましょう。この時間、北陸地方西部では雨、新潟から北では雪の報告が多いです。特に山沿いではどかどかと強まっている報告もいただいています。
一方で東日本太平洋側は晴れ、ただですね、近畿中部のあたりから三重、岐阜のあたり、この時間弱い雨の報告などもいただいています。こちら朝が中心となりそうですけれども、ご自宅を出るのが早いといった方は朝のうちの空の様子にもお気をつけください。そして体感も見ていくと、朝のうち今日は冷えているところも多いです。今日は、太平洋側晴れるということですので、北海道の道東など放射冷却も効いてよく冷えています。また北日本は今日も、寒気の影響を受けてひんやりとする一日になりそうですので、しっかりと暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。朝のうちはやはり北日本氷点下となっているところも多いです。体調管理にも気をつけください。ではここからは今日のお天気をエリアごとに見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートです。北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日本海側を中心に雪が降り、一時的に強まる恐れがあります。強風で吹雪くこともありそうです。積雪の増加や視界不良に注意してください。太平洋側やオホーツク海側は晴れるものの、午後はにわか雪の可能性があります。予想最高気温は札幌で0度、旭川はマイナス2度となっています。1日を通し寒い体感です。万全な防寒でお過ごしください。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日本海側の南部ほど雪や雨が降り強まる恐れがあります。路面状況の悪化や急な視界不良にご注意ください。太平洋側は日差しが届きますが、午後になると雪や雨の降ることがあります。空模様の変化にお気をつけください。予想最高気温は仙台で7度、青森は2度となっています。日中も寒気の影響で寒い体感です。暖かい服装でお過ごしください。以上、東北エリアの今日の天気をお伝えしました。関東エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しが届きます。明日以降はすっきりしない天気の予想のため、日差しの活用がおすすめです。南部沿岸はやや風が強く吹きます。花粉の大量飛散にはお気をつけください。東京の予想最高気温は15度となっています。朝晩は寒くても昼間は少し暖かいくらいの体感です。服装でうまく調節しましょう。以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の東海や甲信は日中日差しが届きます。ただ内陸ほどにわか雨やにわか雪が心配です。北陸は雨や雪が降り強まる恐れがあります。路面状況の悪化や視界不良にご注意ください。ただ午後にはピークを越え、日差しの届くところもありそうです。予想最高気温は名古屋で13度、金沢は10度となっています。太平洋側ほど過ごしやすい体感です。1日の気温差にお気をつけください。
以上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました。近畿エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の朝は北部や中部で雨がぱらつく可能性があるものの、日中は日差しの届くところが多くなります。ただ午後になるとだんだんと雲が増える見込みです。予想最高気温は大阪、京都で14度となっています。朝は寒くても昼間は日差しの下では過ごしやすい体感になりそうです。花粉が大量飛散する予想のため、症状をお持ちの方はしっかりと対策をしてください。以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました。中国、四国エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しが届いても、午後はだんだんと雲が優勢になります。夜遅くには山口や高知、愛媛など西のエリアで雨の降り出す可能性があります。ご帰宅が遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。予想最高気温は広島で15度、高知は16度となっています。日中は15度を超えるところも多く、比較的過ごしやすい体感です。ただ朝は冷えますので、服装でうまく調節を行ってください。以上、中国四国エリアの今日の天気をお伝えしました。九州、沖縄エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の九州は日差しが届いても、午後はだんだんと雲が増えていきます。夜遅くには雨の降る可能性があるため、ご帰宅に備えて雨具があると安心です。予想最高気温は福岡で14度、鹿児島では16度となっています。朝は寒くても昼間は過ごしやすい体感です。花粉対策も欠かせません。続いて沖縄です。今日の沖縄本島はだんだんと雨が降り出します。強い雨や雷、突風、強風による横殴りの雨に注意してください。先島諸島は日差しがあってもにわか雨の可能性があります。那覇の予想最高気温は22度となっています。風が生ぬるく、少しジメッと感じられそうです。以上、九州沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました。ここまで今日のお天気をエリアごとにお伝えしました。引き続き北陸から北の日本海側では雨や雪の降り方、注意が必要です。ここからは今日一日の雲の流れ、ウェザーニュースのアプリから見ていきましょう。こちらはレーダータブの雨雪モードです。雲の流れの予想のほか、降るものが雨なのか雪なのか、それに加えて降るものの強さも見ることができます。今日は北陸沿岸では雨、内陸山沿いでは雪の予想です。時間を進めて見ていくと、朝早い段階からと比較してみると、午後にかけては雲だんだんと少なくなってきます。ただシアラインだんだんと東へと移動してきていることが分かるように、午後になると東北太平洋側でも雪雲流れ込んでくる可能性があります。また一部では強まってきそうです。また北海道方面、寒気の影響も残り、筋状の雲かかるところでは降り方強まる恐れがあります。ご自身がいる場所でどういった時間帯に雪や雨が降り強まるのか、ぜひウェザーニュースのアプリから今日もご確認ください。
ここまで今日の全国のお天気をお伝えしました。皆さん今日も週明け、気をつけていってらっしゃい。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回っています。引き続きウェザーニュースライブモーニング、担当は小林理恵奈です。よろしくお願いいたします。さてここからはお天気高原報告、イエーイということで、ぜひ皆さんレポート送ってください。コメントもお待ちしております。ね、月曜の朝ちょっと眠たくやる気もいまいちといった方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ皆さんもお住まいでないエリアの方からの方言のリポート、ね、注意深く見てみてください。脳トレになりますきっと目も覚めますよ、ぜひチャットの方では、はい、方言コメントをつけてアットマークで地名もぜひつけておいてください。ね、ぜひご自身のエリアで独特な方言とかあれば、 OK 神戸あればぜひ教えていただきたいと思います。あ、英語あ、東北地方とかね、なんかこう読めてもこうイントネーションが分かんなかったりしますし、私も関西で生まれて育ったので北日本出身の方にお会いする機会本当になかったんですよ。東京とかにいるとやっぱ大学でね上京して何言われちゃったんでそう、お会いする機会があったと思うんですけど、今の広島もう一回出していただくこと可能ですか。でもそもそも文字が多かったですよね今朝は割と雲が余計あるけ太陽は見れん感じじゃね。ああそんな感じじゃね。じゃけどおそがにさもうない朝じゃないほじゃけど布団から出て働く、え、動くが、なんだろう、最後がわからん、大気よ、ちょっとだるいってことかなでも広島の言葉って可愛いですよね。なんかじゃけんとかね、じゃけどとか言いますもんね。すごい、なんかいっぱいありがとうございます。文字が細くてこうなっちゃったこんな感じのチャットのコメントもお待ちしています。リポートもいただいているということなのでね、見ていきますか。チャットでもぜひどしどしご参加ください。では北から、あ早速難関、青森県の青森市よりいただいています。リポーター名くもくもさん、ありがとうございます。方言リポートいきます今朝は、合ってんの、こっから合ってんのか分かんない、今朝は私の感覚で いきますね。なんか失礼だったら申し訳ないです。5センチ積もったはんで雪かきさねばね、あ、これだ、合ってますか。5センチ積もったはんで雪かきさねばね、さねばまねだ、え、待って、雪かきさねばまね、さねばまねだって、しないといけない、意味はなんとなく通じます。
サネバネじゃないんだ、サネバマネなんだ。サネバマネね、サネバマネって感じですよね。合ってる？大丈夫そう？うん、そう、サネバマネって書いてた。青森難しいよね、難しいっていう。シネバが北海道なんだ。積もった半でも合ってるか分かんないです。積もった半で、積もった半で、あ、確かにフランス語っぽいね。サネバマネあ、口を動かさないイメージね。確かに日本語もやっぱりこう口先って浅い発音って言いますからね。じゃあ次も行きますか。楽しいです。あ、秋田だって。秋田県の白市の方。あ、いっぱい文字があります。行きます。朝まっから雪降ってらす。路面の、あ、わかんない、なんだろう。路面のあんべ割りしてさんびために、外さでらんずん？ん？かすな？ちょっと待って、日本語じゃない。これはもう一回いきますね。雪降ってらす、ここまでは大丈夫だ。路面のあんべ割りしてさんびために、外さでらんずん？かすな？どういう意味だろう。イントネーションは合ってるか分からん。おいだば末端冷え性だったためにしゃしゃめにしゃ、足しゃっけしてはーずやずがね。待ってて成りきりはできてるけど待ってください。足しゃっけしてはやずがやずがねす合ってるのか。あ、足が冷たくてもう辛いです。しゃっけ、しゃけじゃないですよね。足しゃっけしてはあ、はあがもうってことかな。はあやずがねすやずがねねすやずがねす、辛いんだって。辛いです。あ、路面のあんべ割りしてはコンディションは悪いし。いや待ってあんべ割りしてがコンディションが悪いしなんだって。でもそういうニュアンスってことですよね、きっと。路面のあんべが割りして、あ、あんべ具合が悪いってことだ。割りしてさんびっために寒いから、外ざ出らんず、外に出るのは、え、うっかすな、嫌ですねうっかす、うっかすだって、嫌なんだって。え、すごい、ほん、あんべ割り、あんばいが悪い。あ、なるほど。あんべ割りしてさんびっために外ざ出らんず、うっかすな、なんだって。でもやずがねすがお気に入りです。これは辛いです。今度から使いますね。末端冷え性だったためにひゃ、だったためにひゃ、足しゃっけしてはあやずがねすでもうまいこと言ってんじゃないね。え、どうどう、判定し教えてくださいね確かに、でも私文字が今あって読んでるのでわかるんですけれども、翻訳アプリ欲しいですよね。いや面白い。では続いて見ていきますか。あ、じゃあ北日本お天気見ていきましょう。こんなにポップにコメントは読んでいったんですけれどもね、お天気は現在北海道雪報告が多いです。北海道方面は吹雪報告6時台ですね、いただくようになりました。太平洋側晴れてるところ多いですけれども、この後、太平洋側でもにわか雪を気をつけください。え、イントネーションなんだって、いい感じ、本当ですか、寄せてく。私はもう東北の方になりきって読ませていただきました。でも全体違うと思うんだ、すみません
では続いて見ていきましょうか。リポートに戻って続いては福井の方からです。お、違った。続いては群馬だった。桐生市なお355アット群馬さん、おはようございます。合ってるよね。群馬、6時5分ごろの南東側の空、外が明るくなってきたな。なんとなくもやっとした朝空なんさね。昨夜雲が多かった割にはなっから寒いんさ。マイナス気温のなっから寒い体感。新しい1週間、年度末だからなっから忙しいんだけど、体調に気をつけて過ごしたいんさね。こんな感じかなっていただいています。私も関東の言葉を喋っているのが通常モードではないので、これも方言を喋っている感覚にはなってますね。いつもなっからがとってもという意味なんですって。サミンサ、イントネーションどうなんでしょう。群馬の方は結構この標準語に近い感じなのかなっていう印象なんですけど、でもどうなんだろう、サミンサ上がるのかな。茨城の方言やったことがあるんですよね、さやさんのね、茨城県民の日とかで。でも結構上がりますよね、語尾が。そっち系ですか、サミンサとか。茨城はあ、また違うんだ。私結構もう標準語寄りで読んだんですけど、どんな感じなんやろ。サミンサ、サミンサなっからサミンサ、上がるのか下がるのか、どっちなんだろう。サミンサかな。過ごしたいんさね、過ごしたいんさね。難しい、逆に難しい、逆に難しいな。なんかこう東北とかだとこう本当にフランス語みたいな感じ、ドゥグドゥドゥドゥグドゥドゥドゥっていうなんかシャボーンとかブジュブリブボーンみたいな感じのイメージがあるんですけど、語尾が上がるの。あ、じゃあサミンサーなのかな。群馬県民の方どうなんだろう。デモテープみたいな欲しいですねデモが欲しい。確かに標準語に近いからこそすっごく難しく感じます。でもなっから寒いということは伝わりました。下がるよ、群馬下がるんだ。サミンさん、合ってんのかな。もやなんとなくもやっとした朝空なんさね。さねーさねーさね、正解がわからない、よろしく頼むね。ちょっと、また教えてほしいな。では次行きましょうか。楽しいですね。福井県坂井市ムーさん、硬い毛の東の空やけど朝日は見えそうにないざ、見えそうにないざこんなわけないですよね表紙、日常会話でこんなわけないですよね。見えそうに、わかんない、見えそうにないざ。でも福井って関西に近いし、なんだろう、見えそうにないざ。雨がポツッと降ってるでの風はなさそうだけど、体感はひってもんに寒いわ。あ、ひってもんに寒いわ。いよいよ来週末に北陸新幹線来るでの、あ、そっか、いっぺんそばでも食べに遊びに来ねの、ほんなら体に気ぃつけての。あ、服装、服はちょっと関西に近い、私も印象があるんだ。金沢とかの子は結構標準語に近い印象があって、富山になると結構なまってる印象。合ってるのかな。東の空やけど、これ関西弁ですよね、やけどは多分。朝日は見えそうに、か
関西やったらナイザいやナイザも言わないんですけど、どういう音なんだろう。見えそうにナイザナイザ朝が雨がポツッと降ってるでの降ってるでのなのか降ってるでのなのかな。風はなさそうやけど体感はひってもんに寒いわ。関西寄りだったら片池の東の空やけど朝日は見えそうにないざ雨がポツッと降ってるでの風はなさそうやけど体感は ひってもんに寒いわ。でもこんなわけないですよね。こんなぐちぐちな関西弁なわけないですよね。でも来週末に北陸新幹線来るでのということで、でちょっとお助けテレフォンしたいな。福井の方合ってるのか。でもそば美味しいんだね。食べに行きます。ありがとう。なんとなく意味は通じますけれどもやっぱり音が難しいですね。じゃあここまで東日本かな見ていきましたが、今日はそんな福井は、昼頃からお天気回復していきそうです。ただこの時間新潟や長野雪が強まっています。場所によっては積雪急増する恐れありますのでお気をつけください。一方で太平洋側よく晴れています。ただ東海西部も現在雨が降っています。朝のうちは弱い雨にお気をつけください。では続いてリポート見ていきましょう。お待たせいたしました。ありがとうございます。大阪府大阪市西淀川区みちるんるんさんです。ありがとうございます。あ、来たおはようさん。東の空なんやけど雲がまだちょっとあんねん。うっすら朝焼けが見えてきよったわ気温は 6.6 度やけどそのあいうほど寒ないで。完璧これは楽やろう。うん、おはようさん。東ですね。東じゃないです。東の空なんやけどでも私流だからどうなんだろう。大阪弁じゃないのかもしれない。雲がまだちょっとあんねん。うっすら朝焼けが見えてきよったわ。うん、でも多分ね音は合ってるのかな。気温はこれも多分平らです。気温じゃなくて気温。うん、気温は 6.6 度やけどそない言うほど寒ないでバッチリ。神戸だと何ですかね。東の空、もうおはよう。おはようさんはあんまり言わないかな。でもおはよう。東の空なんやけど雲がまだちょっとあんねん。あ、でもこれは言うかな。うっすら朝焼けが見えてきとうはですね。神戸だと見えてきとう、見えてきているっていうこと。見えてきよったじゃなくて見えてきとうはですね。うん、合格点だよ。 ありがとう。ギリギリかなそう、見えてきとうはですね。見えてきとう ING です。神戸だと。うん、気温は 6.6 度やけどそんな言うほど寒ないで。うん、グネイティブでした。ペコでは次行きましょうか。さっきギュギュッと来てた広島の方広島市西区マックブラックさん。広島はです多分広島は気温2度でえらい寒いわ。合ってんのかな、これも分かんない。日が出りゃぬくなるじゃろうけ。あ、これは合ってるかな。日が出りゃぬくなるじゃろうけ、それまでの辛抱じゃわ。いつになったらぬくなるんかいの。もう3月じゃけ大概にしてほしいわ大概にしてほしいわかな。合ってる？全部でも関西弁に置き換えたくなりますね。大概にしてほしいわじゃないですよね絶対。大概にしてほしいわか。
でもいつになったらぬくなるんかいの、合ってるのか合ってないのかどっちなんだでも日が出りゃぬくなるじゃろうけということで、え、今の結構うまくないですかね。逆に広島とかの方言話す方ってこの会社いるのかな、どうなんだろう。私は大学の友達に広島の子が多かったので聞いたことはあるんです。でも難しいね。あ、そんな欲言わないよ。あ、じゃあ私がつけすぎてるのかな。ぬくなるじゃろうけ、なんかね、でもそんな感じ。でもじゃあけが可愛いだけ覚えてますね。じゃあけ、うーん、私も使いたいぐらい可愛いです。いやー、ここまでピックアップしていただいたリポートすべて読ませていただきました。じゃあ最後に西日本のお天気も見ましょうか。はい、西日本は東北日本よりもお天気崩れているところ少なめではありますが、近畿北部や中部、九州の東シナ海側曇りの報告が多いです。この後もやや雲の広がるところありそうですが、全般的には晴れるところ多くなります。ただ午後になるとまだこの曇り報告増えてくるんじゃないかと思いますので、お天気報告お待ちしています。ということで、ここまで方言天気を行っていきましたが、はい、沖縄も最後にお天気見ていきましょうか。こちら現在先島エリアで弱い雨の報告があります。ただ雨雲レーダーで重ねて見ていくと、周辺少し発達した小さい雲が点在しております。小さいながらも発達した雲かかってくるとざっとした強い降りになりそうです。この後もお天気の急変お気をつけください。以上、この時間方言天気を行っていきましたが、どうでしたでしょうか。個人的にはめちゃくちゃ楽しかったので、また機会があればはい、お願いしたいと思います。ねえ、なんか勉強にもなりました。うん、ね、本当エリアごとの特性もお天気と絡めて見るとよりこう伝わってくるものがありました。ぜひね、この後も方言縛りではなくお天気の報告でしたり、チャットでのコメントもぜひぜひ、書き込んでいただけると嬉しいです。あ、まだモーニング中だったら送っていいですか。あ、紹介をしますって皆さん追いつかなかったという方、あとはこんな言葉があったとかね、思い出した方がいらっしゃったら、楽しすぎて言えるのか、あ、ごめんなさい、ちょっと早歩きぐらいで、はい、間に合ってください。いや、楽しかった。やっぱり関西弁は落ち着きますねいや、そんな方言も使ってお天気報告、皆さんからの報告もお伝えしていきました。さて、エリアごとにですね、北、東、西とここまで見ていきましたけれども、北日本や東日本、一部では雪も強まっています。先ほども実況見ていきましたが、ここからは、はい、詳しく予報センター山口さんとお伝えします。今日の北陸や北日本では雪や雨が強まる可能性があります。山口さん、この朝の時間でも雪が強まっているところありますね、はい、そうなんですよ、今日の日中にかけても内陸部山沿い中心に積雪増加要注意となります、はい、ではまずその雪の強さをご覧ください、こちらが午前6時までの1時間に新たに積もった雪の量です、現在は長野県の大町時間6センチの増加ですね、新潟県の十日町も6センチの増加となっております、まあ、東日本の日本海側のほか、あと北海道でも内陸部中心にやはり積雪がどんどん増しているといった状況になります。
で今日の特徴なんですけれども、まあ、上空の気圧の谷ですとか、あとは上空寒気の影響で北陸から北の日本海側で雨や雪が降りやすいです。で特にご覧の通り活発な雲が新潟県の上越、中越を中心に入りやすいほか、東北の日本海側や北海道でも局地的には1時間あたり5センチ以上の強い雪が降る可能性があります。まあ、北陸西部は午後はだんだんと雪雲、雨雲弱まりますけれども、まあ、北日本の日本海側は夜にかけてもまだ降りやすいといったところが多いです。そしてもう一つあるのが今日はですね、雨か雪かといった点もありまして、はい、北日本は寒気が強いので平地でも雪なんですけれども、東日本についてはご覧の通り北陸ですと、まあ、沿岸部中心に雨でしたり、山沿い内陸部でも湿った雪といったところが増える見込みです。まあ、積雪の増加もあるんですけれども、雨など降りますとね、雪がまた緩んで雪が多く積もっているところ、雪崩などがより一層起きやすくなる可能性があります。まあ、そういった点にも広く注意をするようにしてください。はい、この後の雨雲や雪雲の変化などについてもぜひ最新の情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。